そうだと思った。なんか、よそ者を見る目ですよね、だから。そうだよね、多分。おはようございます。おはようございます。はい、ちょっとお話ね、本日も生しろで毎日投稿やっていきましょう。いやー、生しろで生しろです。くばこです。アメノイチです。はい、ちょっとお話ね、今日はこの3人でやっていこうと思うんですけども、はい、今回はですね、ちょっと先に企画内容言おうかな。アメノイチパパが山中、山の中に入ってった時に、はいはい、やべえ看板があったみたいなやつあったじゃないですか。ありましたね。ありましたね。これまだ見てなかったらよかったらね、見ていただきたいんですけど、はい、結構本当に怖いこと書かれてる看板がバーンって出ててみたいな、うん、でそこにはなんかその、ね、亡くなった方がいたのかな、自殺か事故かちょっと分かんないけどのそのね、まあ、手向けられてるものっていうかな、あったよねみたいな、うん、そういう場所があったんですよ、まあ、退避所っていうかね、車のすれ違いの、それが山中にあったよって写真を紹介したんですけど、ちょっとそれをさ、せっかくね、七代家の、まあ、エースでありこうね、幽霊見えますよっていうね、はい、うん、熊子がおりますので、そうね、熊子に見てもらいたいよねっていうね、はい、いうのがありましたので、ちょっと今回はその熊子に見てもらおうっていう感じでございますというね。お願いします。前振りがそうなんですよ、前振りちょっと長かったんですけどね。前振りが長うございまして。そうなんですよ、でもまだちょっと前振りなんですけどコメントでさ、面白いなって、うん、お前回その雨の市とその看板の紹介したわけじゃん。で、うわ、なんかこれ怖いねなんていろいろ話して、まあそこそこ見られてたんですけど、動画もそしたら、まあまあコメント欄でね、ありがたいことに結構雨の市のファンの方も多くて、やっぱり、うんうん、そう、アメちゃん好きですみたいな、なんかアメちゃんめっちゃ好みですみたいな、まあ多分男性陣のファンもいるでしょうし、まあ、いろんなコメント来てたんですけど、その中でちょっと面白かったやつがあったので、ちょっと紹介していいですか。はい、いきますね。まずそのコメントに対して返信がついてるんだけど、そのまずコメント最初にした人ね、うん、雨の市話上手かよっていうね、ダチかっていう距離感のコメントがあったんですよ。あざーす。じゃあ、まあまあ、別に雨の市的にはね、まあ、あざーすって感じじゃん一応。うん、あざーす。ただなんか、まあ、七代家結構そのさん付けとかちゃんとしようねみたいな、結構クマ子は気にするじゃん、そういうの割と。だからそう、一回ストーカーに会ってから気にしてる。ああ、まあ、まあ、まあね、実態がね。そう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 。うん。っていうのもあって、まあ、今回もね、ちょっと多分その前に熊子とか七代がさんつけようねっていうのを言ったことが多分動画であって、うんうん、それを多分守ってくれてるんだろうなっていう視聴者の方が、このね、ちょっとぶしつけな方にコメントをしてたんですよ、返信で。その内容が、うん、たとえ相手が自分より年下だったとしても、他人の名前を書くときは最低限のマナーとしてさん付けをしましょう。小学生でもできることですと。雨の市さんです。いつも見ているからといって相手はお友達ではありません。距離感を考えましょう。で書いてあった後に米印で、うん、もし雨の市さんのお父様でしたら大変失礼いたしました。その場合は上記内容は無視してくださいって書いてあった。なんか配慮できすぎててちょっと怖いんだけど怖い、マジで面白い。なんかすごいよね、回答としては100点満点だよね。なんかもうさ、100点満点なんだが、いや、なんか考えてよ、考えて、なんか冷静にさ、私のもし父だったとしたら嫌じゃないですかっていう、まずね、構図として、娘の動画にさ、雨の市話上手じゃんってわざわざコメントするのキモすぎて、そんなわけないだろう。そうだね、冷静に考えたらそうよ。ただ多分 1% でも可能性があるならっていうところで多分ね、注釈を入れたんだろうね、あれ。じゃあ言うなよね、万が一の可能性を考えてさ、なんか友達だったらとかさ、お父様とかだったら、いや、よくない、よくない。なんかでもすげえド偏見だけど、グレフーパパならやりそうとか思っちゃった、ね、いや、まあまあまあ、見てるから実際に、うん、そうなんですよ、はい、まあまあそんな感じでございましてね、ちょっとコメント拾って、これ多分笑ってるともう動画の半分以上過ぎてくなと思ったんで、ちょっと一回止めるんですけど本編に入ってきますよ。いいですか。はい、まだ多分一番ね、メインの全体が写ってるうん、ちょっとやや横長の写真があったかなと思うんですけど、うん、どんな感じで写ってました。看板の後ろに戦隊ものかっていうぐらいずらって並んでた。なんか
え、マジで？もう、うん、何体ぐらいいました？画像にある通りなんだけど、赤丸で囲ってたんだけども、だんだんめんどくさくなっちゃって、数少なく書いてるけど、あれ以上いた。あ、もっといんのこれ。そうそうそう。うわ、え、でさ、あのさ、これ写真さ、要するにこれ雨の市のパパ撮ってるわけじゃん、この時。うんうん、そうですね。で、その看板の裏にこれ以上にブワって並んだわけじゃん。多分 いっぱいすぎるぐらいいったんだと思うけど、うん、え、全員カメラ向いてるわけでしょ、こっち。そう、全員カメラ向いてた。マジで？何それ、気持ち悪い。なんかちょっと今油断したわ。なんか戦隊ものとか言ったからさ、何だ。いや、そうだよね。なゴレンジャーみたいな感じやってんのかなと思ったら、うん、鬼あの、あのショッカー側、あの、あ、ショッカー側、雑魚がずらって並んでる。そう、キーって言ってるが、みんなキーって言ってる側が並んでるみたいな。ちょっと待って、これ普通に怖いんだけど。やだな。なんだよね、これ正直。よくうちのグレフパパは無事っすよね、今んとこ。あ、確かに。これ無事なの、すごい不思議なぐらい。そんなに。なんかさ、うん、あれだよね、今度グレフパパに会いたいんだけど、グレフパパなんかに守られてんじゃない、なんか、もしかしたら。はあ。ちょっと、それ気になりすぎるから、あとでちょっとまた触れたいけど、一旦この、なんか、どんなのが映ってんのか聞きたいなと思って。もうカメラ見て、うん、もうなんか怒ってる感じでこっちみんな見てるから、もう集団でだよね、これ。あ、集団で、これ、あの、集合写真ぐらいいるわけでしょ、って簡単に言うと。そうそうそう、なんかあの修学旅行の集合写真のクラスメート全員が怒ってる顔してるって想像してもらえる。怖いじゃん、めちゃめちゃ。そんなにいいんだ。めっちゃメンチ切ってらっしゃるとか思って。マジっすか。これなんと、ど怒ってるんだ。え、こういうことってある？こういうなんかその、そして撮影者いるわけじゃん、こうやって。で、うん、例えば、くまこが今まで見たやつとかでもさ、そのカメラを意識してこっちに目を向けてくるってあんまないと思ってて、あ、通りすがりとかはあっても、うん、まあもちろん、ね、こっち向いて映ってる時もあるけど、でも例えばちょっとふざけてる、ピースして映ってるとか、うん、なんか肩に、ね、体寄せて、なんかね、一緒になって映ってるふりをしてるとか、うん、そういうのが1体2体いるなっていうのは見たことあるし、聞いたことあるけど、これってさ、ちょっとおかしくないな、異様じゃない、結構。異様だけど、なんとなくその服装の雰囲気からして、もうすでにカメラがあった時代だから、時代の方だと思うのね。だからなんかもうこうやって何かを、あ、まあ、こうやって何かを向けてるっていう時点で、うん、なんつうんだろう、撮られてるんだろうなっていう意識はあったんじゃないかなと思うの。そのパパさんが。側がそれ認識してるってことか。そうそうそう。っていうか、多分今までも撮られすぎてんじゃない、もしかして。通る人珍しいところじゃん、ここって。あ、意外と意外と。ああ、うん、じゃこれ、そっか、ここで撮ってる人が多いから、うん、彼らもまた撮ってるよみたいな感じで、多分で、でなおかつ撮るだけ撮って、なんでここを綺麗にしてくれないんだろうみたいな感じの怒り方だと思うの、なんとなく恨みとかじゃなくって。え、そのここの場所に看板とかなんか飲み物とかがあるから怒ってるってことですか、うん、別にその不法投棄に対してだと、恨み呪いだったら僕多分見れてないと思う。あ、もっとやばい感じなのか。もっとやばい感じだと思う。じゃあ多分軽い怒りとして考えられるのは、不法投棄とか、あのゴミ捨ててくんなとか、そういう感じなのかなって。これちなみになんだけど、もし今言ったように、これがもし恨みとか呪いみたいな感じでみんながグワッてこっち見てる状態だったら、くまこは結構もう本当に例えば調子崩すとかそういうことが起こるってこと。いや、もう多分それぐらいのレベルだと思う。あ、っていうか、あの、開いた瞬間わかる、そういうのは。マジか。そうなんだ。あーってなるの、本当に。そういうのと比べたら、これはうわ怒ってるぐらいの感じなんだ。なんだ怒ってるって思って、うわ、もうゴミが落ちてるからかなとか、そんなレベルだと思う、自分なんて。まあ、そんなレベルってわけではないんだけど、この人たちから。まあ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 、それもちろん、ね、怒ってるわけだからね。うん、うん、はあ、なんとなくそんな最近な恨みつらみじゃなくって、そういう最近起きたことの蓄積された感じがする。ああ、じゃああれかな、先日のあのなんだっけ、あの心霊系 YouTuber の逮捕のニュースの時の、うん、あの空に向かってメンチ切ってるあのヤンキーたち、
ので、俺動画見てなかったらよかったのに言っていただきたいんですけど、うん、あれと近いのかな、じゃあもしかしたら。そうだね、なんか、なんだろう、雰囲気的にはあの村おこしっていうか、なんつうんだろう、あの、うん、なんか百姓一揆じゃないけどっていうの。百姓一揆ね。オラたちは怒ってるぞみたいな感じ。そうそうそう、それに近い。あ、じゃあ今回ヤンキーじゃなく、ヤンキーじゃなく、でも普通の格好してる田舎の人たちみたいな感じの人たちが、うん、がなんかもううちの島何してくれとんじゃいみたいな、うん、いやそれ全然あの、うん、あれだけど農民っぽくないけどね。あそのセリフはたも矢のつく人のセリフだと思うけど、矢のちょっと極道しか知らんのよな、極道とヤンキーしか知らない。なんでだよ、育ちかよ、なんでそれ。どう育ったらそうなんだよ。いやおもろいな、へえ、うん、そっか。え、これちなみに雨の道なんか気になることとかあったりする、その写真とかの補足情報とか含めて。え、いやさ、うん、なんか時代とかわかるんですね、服の感じで。なんだろう、なんかわかんない、うん、自分がアパレル勤めてるからかもしれないけど、その時代に流行った洋服とか結構気になってて追っかけてたりしてたから、大体、うんうん、多分まあこの、そうそうそう、この年代の方からみたいな、うんうん、ちなみにやっぱ田舎っぽいというか村人チックな感じなんすかね。な、うー、うん、なんか畑耕してた風な、なんだろう、作業着。作業着。なるほどね、作業とかしてそうなんだ、うん、そう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 、あのここに手ぬぐい巻いて作業してるような感じの、はい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 、格好的に言うとそういう感じで、感じで、でもあれだよね、過去に前なんか昔動画で言ったかもしれないけど、完璧に年代が分かるってことはないんだよね確か。あ、そうそうだね、なんかあの古すぎるのは見れないし、なんか逆に見れてたとしてもコスプレかもしれないしみたいな、はい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 、そっかそっか。なんかこの感じ、例えばだけど今回映ってる人たちっていうのは基本的にやっぱりカメラの方向いてる、うん、けど例えばじゃあその看板の方を指さしてるとか、なんかこのね、うん、あの飲み物とかの方になんか目を向けてるとか、そういう別行動してるやつとかいなさそうって感じ。多分もっと怖いこと言うと、みんなこうやって無表情で怒った顔でカメラをこうすって立って見てるっていう。あ、怖い怖い怖い。やだな。怖い。あ、そう。そのポーズしか知らんのかいっていうぐらいそんな感じ。あ、でもなんかさ、なんか勝手な偏見だとけど、田舎の人ってこうなんだろう、感情表現とか身体表現そうなりがちじゃないですか。あ、わかる。ストレートな怒りっていう感じがある上の方が。確かに。なんか嫌だ。なんか結構ありがちだなと思うのは、私も田舎を回ったりとかする営業を昔やってたんだけど、うん、やっぱこのすっげー遠くからすって立ち尽くしてる状態でじーっとこっちを睨んでくる人多いよ。あー、でもそんな感じ、うん、多分そういう感じだよねきっと。その感じ、そう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 、そういう感じでこっちを数、うん、複数人結構な人数が見てるって感じ、まあ、怖いな。なんか極端によそ者が嫌いなんだろうね多分、うん、まあそうだと思った。なんかよそ者を見る目ですよね、だから。そうだよね、うん、多分、うん、うちの島になんじゃいみたいな。そうだよね。まあそうなんだ。じゃあこれは多分写真を撮ったアメノイチパパに対して、うんうん、またなんか気負ってなんやあいつみたいな感じの。そう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 だよね。なんかこんなグルフがっつってさ、こんなになんかいろいろ看板とか建て、誰が建てたか知らんけどみたいな、うん、あんたかみたいな感じの、うん、あれで見られてるってことが、あの立ち去れって感じの。ああそういうことか。え、ちなみになんだけど、高額のためにって感じなんだけど、お、こういう幽霊たちとさ遭遇して、まあ、うん、別に私は見えないからさ、私とかね、うん、雨の人は見えるわけないから別にいいかなって思うんだけど、もしその立ち去れみたいな雰囲気だった時って立ち去った方がいいんだよね多分きっと。立ち去った方がいいと思うし、でもただ用事があるんだったら仕方ないんじゃないかなと思って。なんか何事もそうだけどさ、あの心霊スポットとかでもそうだけど、不用意に立ち入らないっていうの結構大事だなって思う。はい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 。え、なんか仕方ないことってあるじゃん、でも生きてる側もさ。うん、まあ、ここどうしても通んなきゃいけないとかさ、ここの先の山菜が欲しいんですとかさ、いろいろあるじゃん、なんか。ある。
いやだから別にそこまでなんかちゃんとした理由があるんだったらいいと思うよ。なんか興味本位でなんか、うん、あここ何があるんだろうなみたいな、なんかさ、うん、なんかあるじゃん、なんか看板倒しちゃおうとか、はいはい、なんか缶投げちゃおうとか、うん、なんかそういう余計なことをしない限りはいいんじゃないかなって、うん、あのお地蔵さんにおしっこかけようとかさ、そういうことしない限りは大丈夫だと思う。あ悪いことすんなってことを、そうだね、なんか必要以上に荒らす行為は良くないと思う、まあ、こういう不法投棄とかもそうだけど。はいはいはい、うん、なるほどな。うん、これ雨の一パパはさ、これ雨の一聞きたいんだけどさ、うん、これパパはあくまで別に用事があって通った時だよね、多分これ。そうです、別にここの本当にこの場所にを見に行こうと思ったとかじゃなくて、うんうん、用事の時に通る道を車で聞いてたら、うんうん、前と様子が違かったから写真を送ってきたみたいな感じですかね。そうかそうか、だから多分ギリギリで許されてるっていうかさ、なんていうの、なんかこう、まあ部外者としてね、まあ部外者としてまあみたいな感じになってるんじゃない、だから。あ、うん、ちょっと睨むぐらいで済んでるってことか。そう、うんうん、でこれがさ万が一あのグレフパパがタチションしたとかなったらフルボッコだと思うんだけど、なるほど、ね、こんなとこで嫌だよね。ちなみになんだけど、まあ、ちょっとこ怖い話になっちゃうかもしれないけど、そのね、なんか例えばやらかすとするじゃん、これ、うんうん、いやー出てこい幽霊よみたいなこと言ったりとか、うん、ね、タチションしたりとかしたってさ、やらかしじゃん、それ言ってしまうと、うん、幽霊側からさ、うんうん、なんだこいつになるわけじゃん。そうなった時って どうなっちゃうの、例えばついてくるとかある？あ、でもついてくるは平気であると思うよ。なんか、マジか。なんだろう、言葉として通じてるかどうかわからないけど、言葉の感情としては伝わる ところは伝わるから、あ、バカにされてるとか。あ、そっか。っていうニュアンスはつかめるんだと思うの。あの会話として成立はしないけど、あ、今バカにされてるとか。ヘラヘラしてんなとか。ヘラヘラしてんなとかっていうのはわかるから。うん、多分そういう なんて言うんだろう、心霊スポット入ってるそういう調子こいた態度が気に障るっていう透けてる人もいるから、はいはいはい、うん、なるべくやめた方がいいよって。今の話って結構教訓めいてるなと思うんだよな。うん、やっぱり昨今ね、まだ、あ、も扱ったけど、心霊スポット YouTuber のねあれとかも、あれはどっちかっていうと恐喝した側だったけど、勝手に招き入れて、うん、でも招き入れてって言ったけど、あれね、だって今年の夏ぐらいから管理権の権限任されて、あの人ね、あの捕まった方、そうなんだ。で今冬じゃん、まだ、うん、この半年以内とかで34人とか来てるらしい。すごいね、あそこの心霊スポットに。だそれだけで許可も取らずに、うん、勢いで行っちゃおうぜみたいなやつがいっぱいいるってことだよね、要するに。うん、そうだから、そう考えるとそういう人ほどこういう時に、例えばこうね、普通の怒りで済んでたものが、なんだこいつってより強い怒りになっちゃう可能性もあるよね、幽霊たちのね。あるある。そういう怒りを買うようなことは不用意にしない方がいいよねっていうのをちょっと今日実感したわ。なんかもうそういうことするんだったらラウンドワン行きなよってスポッチャー入れなよって。楽しめるしね、そっちの方が、ね、うん、現実的なあの行き先の提案をしてくれてますけど、そんなあり余ってるバイタリティがあるんだったらスポッチャーでボーリングでもしなさいよみたいな。そうです、ね、正論ですよ、うん、エネルギーは、ね、あの心霊スポットじゃないところに使いましょうねっていうところですね。ラウンドワンとかさ、うん、はい、ありがとうございます。はい、というわけでございましてね、今回はあの一度ね、あの雨の市と七代でね、動画で喋っていたあの雨の市パパが撮ってくれたあの看板のね、山の中の看板の写真について、熊子に見てもらった結果、ちょっといろいろ教訓もありね、うん、ちょっとまあ乱れにね、こう心霊スポットじゃないんだけど、今回はあのたまたまね、そういうのがあったりとかして幽霊が集まっちゃったりとかにね、あの不用意に近づいてって、特に用もないのにその幽霊たちにけしかけるようなことをするとね、まあそういうちょっとおちんちん腫れたりとかするよっていうようなお話でございました。はい、今回の動画面白いと思った方、よかったらいいねボタンお願いします。まあちょっと今回はね、あの前の動画の、まあ、ちょっと写真をね紹介して見てもらったって感じですけど、まあ、もしね心霊写真とか心霊映像とかね、ご自身でお持ちの方だったりとか、まあ、あるいはなんかあの体験談持ってるよってね、怖い体験したことあるよって方、よかったら概要欄の方から、投稿フォームございますので、そちらの方からぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、それじゃまたね。
いってらっしゃい。嫌に言ってくるおつぼねが鼻毛ボーボーに伸びますように。これ呪いをかけてくスタイル。やべえな、その呪い。